親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、殻の一つぼの件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一壺に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。